はい、通販買ってみたの時間でございます。今日はですね、うちの大和くんのいろいろといるものを買いました。春の備品ですね。足のサイズが大きくなったんで、こちら18センチのピンクの靴を買いました。これがいくらかと言いますと、ちょっと不明ということでね、すいません、いくらかわかりません。で、同じピンクのこれスニーカーですね。これがね、692円、安い。これも18センチです。で、これソックスが5組入ってます。これね、18センチが入る、こうやってね、小さな靴下、可愛らしいですね。これが5組、春夏用ですね。これ車のね、こういうのがついてるという。これがなんとこれで179円です。これだけあって安いね。長靴、これから次の時期に長靴が役に立つと。これが1007円ということでね、まあまあ高いけど安いでしょ。高いけど安いってのはよくわかりませんけど、これすごいですよ。おー、なんかこれすごくいいじゃない。18センチ、長靴はね、なんか履いてると臭くなるんですよね。で、気に入っちゃうと全然ね、こう洗う日をね、設定してくれないんで。これこんなとこですか。あとはレジャーシート、これがね、気に入ってるんですよ。421円で、これ何かと言いますと、シートなんだけども、そのまんまね、ミニカーで遊べるの。こうやってね、これいいでしょ、こうやってね。なかなかこれお手軽で片付きやすいしね、いいもんですよ、というふうに今回はいろいろ大和くんに買いました、で、全部でいくらかと言いますと、いくらだろう、わかりませんということですね。ちなみにね、これ1034円ですね。これね、ピンクの靴、1034円の靴がどういう靴かと言いますと、まあ普通の紐靴ですね。同じクラスの女の子でね、なんかこうピンクの靴を履いてる子がいて、その子の真似をしてこういうピンク系の靴が好きになったみたいですけどね。その他価格が分からなかったもので、あ、これリュック、これがね、708円ですよ。このリュック、実はね、洗濯機に入れたらね、溶けちゃったんですよ、これ。だから、洗濯機に入れるときは、カバーをね、20ぐらいにしないといけないですね、ネットとかを。で、バスタオルとかにくるんで洗った方がいいかな。溶けるんで。まあ、洗わないでいった方がいいかな、それともね。はい。ということで、もう、溶けちゃったんで、もう一回買ったということですね。以上ですか。はい。以上だと思います。そうね。はい。いろいろと買いました。ありがとう。